ふざけるんじゃないよ。お金取られました。泥棒ですよ泥棒。4万円大金よ。とうとうやりよったら腐れ毛動画。すいません本当に。今すぐ犯人見つけて全身の皮剥いでやりたいですけど、何のこっちゃわからんでしょうから、ちょっと一から話させてください。まず結論から言っちゃうんですけど、おそらく顔見知りに4万円取られました。レペゼン地球プロモーションのシャンパン、ミネルバというシャンパンの解禁パーティーに行ってきました。あの招待をいただきまして、鈴木さんと2人で行きました。どんな格好していくとかはしゃいでましたよ。マヌケが。これから金をパクられるとも知らずにな。まずこの会場誰が来ていたのかと言います、今回のパーティーには、ここ大事なんですけど、完全に招待された人しか入ってなかったんですよ。なんで主にインフルエンサーおよびそういった業界の方しかいらっしゃいませんでした。大体200人ぐらいで、見た感じ活動者が8割ぐらいだったのかなという感じだったんですけど、でレペゼン地球登場、ぶち上がる会場で、本当にねシャンパンが飲みやすすぎるのと、若干やらしいんですけど、活動者ばかりなのでそこそこあの知名度があったんですよ。写真撮ってくださいとか言われて、恥ずかしい話ですよ。鈴木氏と僕気分が良くなって、男2人がだいぶ酔ってたんですよ。酒にも自分にもちょっと調子乗ってましたわ。ほんで終わりまして、事前に二次会ありますって聞いてたんで、じゃあ次二次会ですっていうことで場所を移動しました。でこっからですよ。僕席が奥の方で、もう周りの5、6人みんな知ってるし、明かり暗いし、グラスいっぱい置かれてるしみたいな感じもあって、完全に油断しました。自分の財布と携帯をいつでも見えるようにはしていたんですけど、目の前のテーブルに置いてたんですよ。ただトイレ行きたいなってなって、財布等を置いたままトイレに行っちゃったんですね。順番待ちます。終わって15分後ぐらいに戻ってくる。机見る。財布ねえ。おい、なんと僕の財布がなくなってるではございませんか。でここ正確じゃないんですけど、戻ってきてすぐに気づいたわけじゃなくて、ちょっと経って、あれ俺のテーブルの財布はみたいな。でそれで申し訳ないですよ。テーブルにいた方たちがそわそわなり始めて、一緒に探してくださって、僕は企業の方がステージのマイクで呼びかけるから来てっつって、で一緒に行ってる途中に、ほんとたまたまですよ、席から離れたバーカウンターのテーブルの L 字の角に放置された自分の財布を自分で発見したんですよ。うわあったみたいな。なんでこんなところにあんの言うて、そしたら周りの人らが中身取られてないか確認して言うて、財布オープン。4万なくなっとるわ。プラグ回収早い。ほんと信じがたいんですけど、席から財布ごと持ち出されて、金を抜かれて放置されてました。活動者だらけの場所で。で犯人誰なんだって話ですよ。正直あの場にいた人全員容疑者なんで分かんないですよ。おい盗った野郎、人の金で食う飯はうまいよな。法廷で会おう。